では、テレビの代表で毎日放送されて素直に嬉しいというか、そのいろんなその高校生とかその選ばれていくうちにその緊張というかそういうのが増してきた中でその選んでいただいてそのとても嬉しい気持ちでいっぱいです。いつも通り待っていいよっていう気持ちはあったんですけど、そのなかなか落ち着かないその時間とか結構あったので、その早く早くっていう気持ちがそのとても強くありました。オリックスバッファローズ その吉田正尚選手みたいなその体の軸が全くぶれずにその強いスイングができるような選手にその自分もなるように頑張りたいです。スイングの強さとその捉えた時の打球の速さは負けないようにそのこれからもしっかり準備してそのしっかりとした練習を積んでいきたいと思います。毎試合そのいろんな方々が球場へ足を運んでくれたりしてそのとても熱い声援がある球団だと思っているので、そこで自分もその野球がその早くできるようにその楽しみな気持ちでいっぱいです。これからたくさんの応援よろしくお願いします。阪神決まりました。おめでとう。